はい、どうもセテナです。いや今日ねコメント欄見てみたら、サプライションの2番煎じかよっていうコメントが来ました。やめてということで今回もやっていきましょう。殿堂入りしたボケてに突っ込んでみた第7弾ということでね、この動画が少しでもいいと思ったらチャンネル登録と高評価、あとツイッターのフォローもよろしくお願いします。それではどうぞ。お、これはサトシがモンスターボールを投げているところですかね。黙って入れクソネズミ。口悪ー。これは確かサトシとピカチュウが初めて会ったシーンですよね。まあ入る言葉はもちろんピカチュウですよね。人間食う。怖い怖い。思いのほかリアルなやつが出てきた。普通に可愛い。一ヶ月ぶりにモンスターボールから出してみた。どんな顔してんだろう。殺すぞ。もう出さなきゃよかった。これは下敷きになった男の子を助けていますね。まあ、入る言葉は大丈夫ですか？お怪我はありませんか？とかですかね。ピカピカ。ピカピカ。これはアラジンですかね。なんか指さして言ってますけど。ちょっとクーラー弱め。止めて止めて。シゲルが。愛のメモリーをかけてきた。いや、ホモ。嘘を優しい言い方に変えてあげてください。優しい言い方。可愛さ 95% オフ。和を解く。初めてのウォシュレット。ピカチュウどんな顔すんだろう。おー。可愛い。